スイカの花日本の農業百科事典のイラストスイカは果実を食用にするために栽培されるウリ科の鶴生一年草。また、その果実のこと。原産は熱帯アフリカのサバンナ地帯や砂漠地帯。スイカの漢字は中国語のスイカに由来する。日本語のスイカはスイカの党員である。中国の西方から伝来したウリとされるためこの名称がついた。 夏に休憩、または大円形の甘みを持つ果実をつける。果実は、園芸分野では、火災とされるが、生花市場での取り扱いや、栄養学上の分類では、果実的野菜に分類される。現代において、世界各地で、主に栽培されているスイカの原種は、アフリカ北東部、コルドファン地方産、コルドファヌスアッシュである可能性が高い。他に、 アフリカ北東部原産のシトロラス・ラナトゥス・バリエーション、コリシンテイズ、西アフリカ原産のエグシメロンなど様々な説が存在する。リビアでは5000年前の集落の遺跡より、スイカの種が見つかっていることから、それよりも以前から品種改良が行われていたことが判明している。古代エジプトの4000年前の壁画にスイカが描かれているが、当時は、 種子の方を食べていたと見られている。ツタンカーメンの糞母等、4000年以上前の遺跡から種が発見されており、各種壁画にも原種の休憩ではなく栽培種特有の楕円型をしたスイカが描かれている。またこの頃、現在カラハリ砂漠で栽培されるシトロンメロンが発明された。紀元前500年頃には地中海を通じヨーロッパ南部へ伝来。 地中海の乾燥地帯での栽培が続けられるうちに果実を食べる植物として発達した。ヒポクラテスやディオスコリデスは医薬品としてスイカについて言及している。古代ローマではダイプリニウスが博物史で強力な下熱効果がある食品としてスイカを紹介している。古代イスラエルではアバッティヒムという名で具税対象として扱われ、 さらに200年頃に書かれた文献の中で、一軸ブドウザクロと同じ仲間に分類されていることから、すでに甘味嗜好品として品種改良に成功していたことが伺える。もっとも、地中海世界で普及したスイカは黒皮、または無地皮のものが一般的だった。またこの頃の文献では、熟したスイカの果肉は黄色と記述されており、 425年頃のイスラエルのモザイク画にもオレンジがかったスイカの断面が描かれており、こちらもやはりオレンジがかった黄色い果肉が描かれている。スイカは糖度を決定する遺伝子と果肉を赤くする遺伝子とがペアになっているため、まだ現代品種ほど甘くはなかったことが推察される。果肉が赤いスイカが描かれた最初期の資料は14世紀のイタリア語版。 健康前書であり、楕円型で緑色の筋の入ったスイカが収穫される様子や赤い断面をさらして販売されるスイカの図が描かれている。日本に伝わった時期は定かでないが、室町時代以降とされる。天正7年、ポルトガル人が長崎にカボチャとスイカの種を持ち込んだ説や、慶安年間人間禅寺が中国から種を持ち込んだ説がある。 農業前書では、スイカハムカシュハ日本になし、寛永の末、初つて、その種子来たり、その後ようやく諸州に広まると記されている。一方、和漢三彩図へでは、慶安年間に、因縁前治が、中国大陸から持ち帰った説を取っている。日本全国に広まったのは、江戸時代後期である。明治時代には、 熊本県八代の球場種松井氏が中国から新たな品種を持ち帰り配下の山野の農民に栽培を行わせた。しかし、果肉が赤いことからなかなか受け入れられず、栽培面積が増えるのは大正時代になってからである。1927年、兵庫県赤石郡林、崎村の農家、竹中長蔵が、 スイカのつる割り病対策として抵抗性を持つカボチャの代儀にスイカを剥ぐ方法を開発した。野菜での次期栽培は世界で初めて開発された技術であり、その後、ナス、トマト、ピーマン、キュウリ、メロン等様々な野菜の次期栽培技術が開発されることとなった。葉は切り込みが深く丸みを帯びている。葉診は約十五センチメートル。 ツル性である。死ゆコト花で、花色は黄色。雌花は、脂肪界水に濡れると花粉が破裂するため、受粉後、約4時間以内に降雨に遭うと着火せず、自家受粉では良質な実は着火しない。果実の外観は、緑色の玉に、新緑色の縦縞が入ったものが、一般的であるが、薄緑色のものや黒に近い深緑色のものもある。 玉型の他に、楕円形の品種もあり、欧米では楕円型が、主に流通している。同じウリ科の火砕類であるメロンは、種として、甘く熟した火皮の部分を果肉として食べるが、スイカの火皮は、内側の薄い層しか、甘くこなせず、主に種子をつける原座の部分を食用とする。火皮はきゅうりをわずかに甘くしたような味だが、生のまま火皮まで食べることは少ない。 日本で縦縞模様の品種が広まったのは昭和初期頃と言われ、それまでは黒色の無地で鉄かぶとと呼ばれていた。果肉の色は赤もしくは黄色。大玉の品種で糖度は11から13度程度。果実中心を呼び、種子周辺の果肉の糖度が最も高い。果肉は水分が多く90%以上。 様々な品種があるが、一般に、果肉は高色甘くて多重である。17世紀のイタリアの画家、ジュゼッペレッコが描いた、スイカ、カボチャ、花のある、生物が21世紀現在の栽培種のルーツは、スーダンのコレドファン地方にあると考えられている。野生のスイカは、ほとんど甘みがないが、水分だけは、腹座部分に大量に蓄えられている。しかし、 腹座部分は栽培種と異なり多くの隙間があり、現在の栽培種のようなリコピンを豊富に含んだ腹座が隙間なくある状態ではない。この野生種から現在の栽培種へと至る過程は、17世紀の画家、ジョバンニスタンキア、ジュゼッペレッコが描いたスイカの生物画に見ることができる。また、スイカは水分の反応に敏感で土壌の水分量が多になると、 現在の栽培種でも果実の中に栄養や水分を送るためのイカンタバの管が極端に広がり内部が原種に近いような模様のスイカになるスイカはもともと自生地が乾燥地帯であるため野生動物は水分を目当てにスイカの果実を接触することになり原座の水分ごと種子を飲み込んで糞と共に排泄し種子散布が行われる 人類によるスイカの利用もこの水分を目当てに始まり、同時に脂肪とタンパク質に富んだ種子をも食用にするようになったと考えられる。日本の改良種のスイカにはナトリウムやタンパク質はほとんど含まれないが、カラハリ砂漠に自生する野生種には1 1 9ラムのナトリウム、8 7ムのタンパク質が含まれる。野生のスイカは、 砂漠の生活において、貴重なミネラルや、栄養の供給源となっている。切り分けた、果実果実を薄切りにしたり、小片に切ったりし、好みによって、食塩を、少量振りかけて食す。特殊なものとしては、源の五平と呼ばれる品種があり、洋菓をカス漬けにする。果肉を食べ終えた後の皮は、外側の固い薄皮を除いて、漬物や酢の物、 煮物や汁物などに使える。生のままだと、きゅうり、煮ると糖岩に似た食感になる。スイカの果肉及び果汁を加熱濃縮しして、スイカ糖と呼ばれる食品が作られることがある。ジャム状の食品で砂糖が入っていないが、スイカ自体の糖分によって甘みがある。ジャムや甘味料の代わりとしても用いられるが、健康食品として用いられることが多い。 この他、ジェラート、ゼリー、缶詰にされることもある。森岡冷麺やアワビの水害では、トッピングとして用いられる。アジアでは種子を言って、歯で割り、中身を食べる地域が多い。中国では、スイカシと呼ばれ、酒のつまみ、料理、菓子などに用いられており、入って味付けされたものは日本に輸入されている。普通のスイカよりも、大きな詩をつける。 採取専用の品種も存在する。また、スイカの原産地であり、利用や栽培の始まったアフリカでも、種子をいって粉末にするなどし、食材として利用する食文化が存在する。特に原産地に自生する果肉の苦味の強い、禁煙種は、果肉自体は、人間の食用に適さないので飲料水以外の生活用水として利用し、種子の実を食用とする。 また、スイカ側や、より品質の高い果実を収穫するために適化した、小さな未熟果実の漬物、ピクルスもポピュラーである。果肉や種子に含まれるカリウムは疲労回復ならびに、利尿作用があるため、暑さで体力を消耗し水分を過剰摂取することで、起こりがちな夏バテに効果があるとされている。スイカから発見され、他のウリ科の作物に含まれる。 機能性成分として、シトルリンが注目されているが、含有量は低い。リコピンが豊富であることでも知られる。欧米で、一般的な携帯種なしスイカ機肉種、マイクロシード種子と、一般小玉スイカ種子韓国で栽培されている。アップルスイカスイカの品種には、果肉の色が、黄色や白色のもの、また種子を、 コルヒチン処理芝居化させることで一大雑種の3倍体にして種をなくした種なしスイカがある。ナ難 X1000 照射花粉の事故による種なしスイカ作出も行われている。アメリカでは種なしスイカが一般的であるが、種なしスイカは2021年現在、日本国内においてあまり普及しておらず、要因は2倍体スイカよりも種苗代が高額。 栽培に技術が必要と2点が挙げられる。富山県乳禅町では、ジャンボスイカと呼ばれる長オータマ種が栽培されていて、平均重量 15kg、最大 30kg 程度に成長する。近年注目されているのは、種子の小さいマイクロシード品種で、種ごと食べても気にならないサイズ、栽培は、 通常スイカと同様のため今後導入が進むと思われる。世界のスイカの収穫量と作付け面積の水日本のスイカの収穫量と作付け面積の水スイ,スイカの生産において圧倒的な地位を占めるのが中華人民共和国である。国際連合食料農業機関の2012から2016年の統計によると 世界生産量1億4737万2341トンのうち79.2%を中国一国で生産している。2位以降はトルコ、イラン、ブラジル、エジプトである。以下、アメリカ合衆国、アルジェリア、ロシア、ウズベキスタン、カザフスタンが続く。日本の生産量は38万トンに過ぎない。 世界のスイカの収穫量上位10カ国日本の収穫量は26位で38万トン、作付け面積は39位で1万2000ヘクタールである。収穫量上位10都道府県四角いスイカ丸ごと販売されるのが基本であるが、スイカはかなり大きな果実のために、日本の今日の家族形態の大半を占める、小規模な各家族では冷蔵庫等で保存しにくい。 食べきれないという問題がある。そのため、八百屋や果物やあるいはスーパー等では、12、14、16等に切断し、フィルム放送の上冷蔵したものを販売していることも多い。かつて農村の大家族では、井戸で冷蔵保存し、一度に消費しきるだけの人数がおり、都会でも濃密な近所付き合いがあり、隣近所に配布されてしまうため、 こうした問題は存在しなかったのである。また、指先の打診で中身の品質を判断できるような熟練した定員がいるが、同じ地域のメンバーとして消費者と信頼関係が構築されていた商店街の小規模商店が衰退、減少した今日では、切断したものの方が消費者自身の目によって中身を確認できるという利点もある。また、装飾。 贈答用に特製のケースに入れて栽培した四角いスイカや異常に巨大に成長したものなども販売され好評を博している。ただし値段は通常のスイカの5から10倍程度。連作障害、病害スイカの爆発収穫直前に大雨が降るなどして内部に腐敗を生じガスで内圧が高まることで爆発を起こすことがある。2011年中国の村で 収穫前のスイカが自然破裂する現象が相次いで起きた。地元当局はスイカ爆発事故調査チームを結成した。原因については開花時期に使用すべき植物成長調整剤であるホルクロルフェニュロンを誤って収穫直前に使用したことや豪雨などが報道されている。以下は農林水産省が発表している作物統計をもとに 各地方自治体、商工会、管轄農業共同組合のウェブサイトなどから、主な産地を参照したものである。順位は2008年度、2013年度ないしは2014年度における、スイカ収穫量を目安としているが、全国に産地が分布しているため市場占有率は、最大の熊本県でも16の17%程度である。また順位において、熊本県、 千葉県、山形県の上位3県はほぼ変動していないが、以下4位から14位までは年度によって変動が大きい。また、2008年度と比較すると、全体的に生産量は減少している。サンバスイカ生産が盛んな、同県デンス結水ススカベトナム南部の正月祝いに用いられるスイカ。PHT 体の文字が読み取れる。日本で行われる遊び。 目隠しをした挑戦者が、周囲の声を頼りにスイカを棒で割れる。スイカは、秋の季語としても用いられる。これは、スイカの旬がかつては立秋を過ぎる頃であるからで、この時期は、暦の定義では秋になり、秋の季語として使われるわけである。スイカを、秋の季語とする最時期でも、スイカ割、スイカ上沈は、夏にするなど、スイカの季語は、夏か秋かで揺れている。 また、七夕の形物としても使われた。裏本で背書きを行う地域では、書き棚にスイカを添えることがある。これは、書きとなった王者の喉の渇きを癒すためでもある。ベトナムの南部では、縁起の良い言葉で飾り立てたスイカが、テト正月の祝いによく用いられ、年末になると、スイカ史が立つ。アメリカ合衆国では、スイカは、 黒人の大好物だというステレオタイプがある。パチスロの薬物において多くの機種で使用される。なぜスイカなのか理由は、はっきりしない。スイカの種を飲み込むと盲腸になると言われているが、全くのガセである。盲腸は、中水という臓器の細菌感染が原因になるが、中水の入り口は1から2ミリメートルと非常に細く、スイカの種が入り込む大きさではなく、 スイカの種が原因で盲腸になった例が一回もないという。広まった理由は推測として、盲腸は夏の時期に多く、中水炎の中からスイカの種の形をした老廃物の塊のようなものが出ることが多いことから広まったとされている。ウィキスピーシーズにはスイカに関する情報があります。ウィキメディアコモンズにはスイカに関するメディアがあります。 ありがとうございます。